はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。2月の16日の7時34分ですね。はい、皆さん本当にスピッツ祭り続々の参加ありがとうございます。超嬉しいです。もうタグ付けしていただいたらもう胃の一番にできるだけ早く伺います。よろしくお願いします。君忘れない曲がりくねて道を行く生まれたての太陽と夢を渡る黄色い空、二度と戻れないくすぐり果て転げた日、きっと想像した以上に激しい未来が僕を待ってる。愛してる響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやかな喜びのつぶれるほど抱きしめてこぼれそうな想い、夜空立て手で書き上げたあの手紙をすぐにでも捨てて欲しいと言ったのに、少しだけ眠り冷たい水でこじ開けて今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。どんなに歩いてもたどり着けない、心向きで濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を春の風に舞う花びらに変えて、君を忘れない、曲がりくねた道を行く、きっと想像した以上に探し未来が僕を待ってる、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、ささやかな喜びをつぶれるほど抱きしめて、ずるしても真面目にも生きてゆける気がしたよ、いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。ありがとうございました。